はい、おはようございます、えー、今日は第34項切り始めて花を結ぶです。えーと今週は大暑ですね。もう夏で一番暑い時期に入りました。はい、まあ、セミの声もね。ガンガンしてきますね。朝起きたらはいで切り始めて花を結ぶ。春から咲き始めた霧の花が実を結んで、卵型の硬い実がなり始める時期です。 この時期、まあ、蚊もね結構あのちょっと発生して蚊に噛まれたりする方もいらっしゃるかもしれないんですけども、えー、っと蚊帳ですね蚊帳は、まあ、昔私の実家とかもあの小学校の頃と,と,とかしてたんですけどもあの冷房器具が、ね、普及する昭和40年代までは蚊帳と蚊取り線香というのが日本の夏のシンボルでした。 虫を通さずに、まあ、風を通すので、まあ、高温多湿の風土の,あの日本には根ざした、まあ、素晴らしい文化でしたただまあ今ねほとんどされてるお家ないのかなと思うんですけどもあの今の蚊ヤはあのアフリカの子どもたちをマラリアから守るためにあの本当アフリカで大活躍してるそうです。あの住友科学さんが、まあ、特殊な のマラリア用の蚊,蚊を駆除できるそういうあの繊維を開発されて、えー、っとそれで編んだ蚊帳であのアフリカの子どもたちがその中で寝ることによってあのマラリアから守るっていうそういう蚊帳をアフリカで普及されてるそうです。はいえー、っともう本当に毎日暑い夏があの、えーっと 暑い日が続いておりますが、皆さんどうぞ体にあの気をつけて、あの、くださいませ。これちょっと、あの、以前石垣島行った時の、あの、シーサーですね。ちょっと顔、ちっちゃめのシーサーです。あの、まあ、厄除けですね。シーサーってね。もう、あの、本当に。夏バテされませんように、皆さん、どうぞ、あの、えっ、ー、と、お気をつけて、行ってらっしゃいませ。